すまんな。もっとマシな方法で歓迎するつもりだったんじゃが。血迷ったのか。やめろ。ジーク、ハンクはお前を誇りに。お前に俺の父を語る資格はない。残念だが忘れてしまったようじゃな。お前の父親が何のために犠牲になったかを。お遊びはもう十分かね。その目でしかと見よ、世界の再生を。生きてるかい？もう会えないかと思ったよ。今どこにいるの？オベリスクの底にある廃墟だよ。包囲されてタワーの最頂部と連絡が取れない。無事なら手伝いに来たよ。なるべく急いでね。ああ、やっと会えたわね。そこをどいて！気をつけるのよ。面白い相手ね。でも戻れって言われてるから。今日は楽しませてもらったわ。残念だけど、また会いましょう。行くな。この先は危険すぎる。奴がどこに潜んでいるかわからないからな。気をつけろ。見せ場は逃したが、終幕には間に合ったようじゃな。異常者め、何をしたか分かっているのか。異常者だと誰かが選択せねばいかんのじゃよ。世界が滅ぶぞ。いや、わしは世界を救う。奴を止めろ。裁きの時を待とうぞ。最高傑作だったはずのお前がわしに背くとはな。
全員がそれを望むか。大丈夫？シャーリーは？シャーリー、おい、シャーリー、きっと大丈夫だ。時空エナジーのコントロールがいつ崩れてもおかしくないわ。すぐにここを離れないと。いや、それではダメだ。誰かが終わらせるべきなんだ。あいつを頼む。ジーク、お兄ちゃん置いていかないで、一人にしないでよ。お兄ちゃんねえ、お願い。博士、落ち着いてください。とっくに冷静よ。それとも何？落ち着いていたらいけないとでも？いえ、そういうわけでは。争うつもりはありません。ただ提案を検討してくれませんか。私、あなたたちを信じてたわ。でもその結果は？申し訳ございません。ねえエルリック長官、最近ようやく気づいたの。あなたたちに期待したのが花から間違いだったわ。あら、あなただったの。今日は千客万来ね。気がめいらないお客さんは初めてだけど。ああ、うん。話し合いはどう？うまくいったかい？さあ、どう思う？いや、その…助けてあげるのはシャーリーっていう子に免じてよ。あなたたちのためじゃないから。博士、ありがとうございます。いいのよ。ただもう誰にも私と同じ思いをしてほしくないだけ。フランスさん、全員揃ったから今ある情報をもう一度説明してくれ。じゃあジークが消えた時の時空乱気流から始めよう。特性パラメータを解析したところ、ジークが別の宇宙に送り込まれてしまったことはほぼ確定だ。基地の宇宙と比較して今回の時空乱気流のスペクトルと最も近いのがベラと呼ばれる宇宙さ。ハガードは3年ほど前に
初めてベラの緯度座標を特定した。そしてエクセキューターマークが率いる小隊が調査に向かった。ただ2年前ベラの座標にズレが発生し、その宇宙との連絡は一切なくなった。でも今回の時空乱気流のおかげでベラの位置を再び特定できるかもしれない。フランツさん、お兄ちゃんはそこにいるよね。保証はできないが、その可能性は高い。ベラの位置を再特定して、マーク正体と連絡が取れれば。これについてはクレアちゃん、偉大なるドクター・クレアが力を貸してくれるよ。この分野ではクレアの右に出るもないね。喜ぶのはまだ早い。今は最善を尽くすとしか言えないわ。でも夢を見すぎないでほしいの。最後に待っているのは絶望かもしれないから、どうかお願いします。そしゃ、俺たちの和解と友情の証としてこれから。もう遅いわ。他に用がないのなら先に帰って、何かあったら知らせるから。分かったよ。じゃあ後でね。博士、感謝いたします。小さい頃、兄さんに連れられてここでよく星を見てたの。本当に行かなくていいの？いろいろありがとう。あなたと一緒にいるととても勇気が湧いてくるの。続くわ。これからもよろしくね。